こんにちは。即価塾の久保です。カルダのエーダプレセールで購入して、もう何年になりますかね。5年、6年ぐらいになるでしょうか。えー、現在ですね、カルダのエーダの価格、だいたい150円前後推移してるんじゃないかなと思いますけども、今日12月23日で、あとね、残るところ、エポックの切り替えは今年あと1回になりました。おそらく28日あたりにエポックが切り替えになって、 ステーキング報酬今年はそれで最後ということになりますので、まあそこでね、すべての、えー、ステーキング報酬の利益を確定する方も多いんじゃないかなと思いますね。まあ税金の面とかありますからね。はい。それでね、この1年を振り返ってみると、どんな価格の変化があったのか、今年は特にエキサイティングだったと思うんですね。ちょっと1年を振り返ってみましょう。こちらどうぞ。はい。えー、体の間のチャートを見てますけども、 まずは1月1日あたりね。こて見てみますと、この辺ですか。えっと、15円とか16円ぐらいでうろうろしてる感じですよね。これ1月1日あたりです。そして、まあ私のことで恐縮なんですけども、ステーキングに参加した頃、だいたいこのあたりですね。143円ぐらいで私、ステーキングに参加しましたね。この時点で、だいたい7倍ぐらいの価格の上昇になってるわけですよ。そして、しばらくずっと値段上がっていくわけなんですよね。 250円をつけましたこれが6月ぐらいですかね5月から6月の間だと思いますそしてさらに時間が進んで一旦は値段が落ちるんですけどもでもここからまた弾みをつけるようにねぐーっと高くなっていって326円が最高値だったのかなと思いますこれがだから9月の半ばぐらいですよね大いに盛り上がって私もね 体の間今年に500円ぐらいいくんじゃないかなというふうに考えていた頃です。まあ特に根拠はありません。<laughs> 上昇気流に乗ってまだまだ上がるな400円500円かなっていうふうな感覚を持っただけですね。でも逆にですね、利確をする人が多かったんでしょうか。特にプレスエール組で330円あたりで利確すると結構な額になりますからね。まさに送り人がたくさんできたのかもしれません。そこから 随分と売りが続いてですね。値段が下がっていって、えー、現在はこのあたり150円前後で153ですか。このあたりに落ち着いてるところじゃないかなと思いますね、うん。で、これをね、1年で見てますけども、例えばマックスで見ると、最初から考えるとどうなのかって言ったら、こんな感じなんですよ。最初に急騰した時でも150円いってないんですよね。 この辺りで理覚してたら、ちょっと、まだまだだよって形なんですよで。ずーっと血を這う時代があって、ドバーンと、こうやってね、突き上げたのが最近ですよ。すごいですよね。もうレジサポラインが150円ぐらいでできてますんで、この辺りで反発して上昇に向かう、そんな2022年になるんじゃないかなと思いますけども、皆さんどういうふうにね、予想するでしょうか。いや、こうやってね、1年を振り返ってみると、体の枝の科学ってのが、 プロジェクトともに上昇していって、そして中にはね、まあ、プレセールなどで買った方は大きな利益を確定させるために決済して、そのために体の手のが価格が下がるわけですけども、でもどうなんですかね、今年に言えば9月ぐらいで1兆円ぐらいの利益確定があったというふうに聞いてます。これは別に私が裏取ったわけじゃないですけどね、その次に10月ぐらいに5000億円ぐらいの利格の波があって、次に 3000億円ぐらいの利格の波があって、そっからは今の価格に落ち着いたみたいなんで、まあなんかね、根こそぎ利格したい人は、とりあえずはもう利格しちゃったのかなと思える、そんな一年でした。これからは一気に大きくドーンと下がることってあんまりないとは思うんですけども、どちらかというとカルダナっていうのがね、いろんなプロジェクトに使われることによって、えー、有名になったりね、それから購入する方が増えたりとか、 することによって価格が上がっていくんだろうなと思いますし、ステーキに参加すればするほど、ステーキングの参加者が、ね、増えれば増えるほど、これまた価格を押し上げることになりますので、大きな期待ができる2022年に、来年になるんじゃないかなと思いまして、今から来年の話をしたらね、鬼が笑うと言いますけども、鬼じゃなくても体の,のは笑ってくれると思います。まさに鬼に金棒。鬼に金棒プラス、 笑いの一年になる。そんな2020年になるといいなと思って動画の方を閉じさせてもらいます。それではあと一回エポックがありますので、その時またお会いしましょう。いってらっしゃい。